こちら川口菜園クラブ G ファームで、これは1月の末から2月の初めぐらい、雪の1週間ぐらい前ですね、2週続いた大雪の、で種まきをしたほうれん草が雪の後発芽してきてくれたんですが、少し双葉が大きくなってきてますね。でここ多分土壌が酸性土壌だと思うんですけど、石灰をかなり入れて中和したんですけど、その中和がうまくいってるかどうかですね。でこのまんま無事に育ってくれるのか、それとも発芽したけどここで枯れちゃうのか、ちょっと微妙なところだと思いますけれども、今後の経過を観察していきたいと思います。